静岡市の芹沢圭介美術館では、開館40周年を記念して本のデザインに焦点を当てた展覧会が開かれています。静岡市駿河都路にある芹沢圭介美術館は、今年し6月、開館40周年を迎えました。今年度は季節ごとに4回の展覧会を開催し、現在は芹沢圭介の発想豊かなブックデザインを特集しています。 さまざまな技法で描かれたブックカバーや本などおよそ300点が公開されていて、バラエティに富んでいます。館内では作品について答えるクイズラリーも行われ、子どもと一緒に楽しむことができます。セリザワ・ケイスケのブックデザイン展は今月23日までです。